よし、今日はシャンクスのフィルムレッドかな、これがね、あの届いてきてるんだよね。ちょっとね、開封していきたいと思います。かっこいいですね。いきます。チャチャッとね、開けていくんでね、今日は開封枠です。綺麗に開けていきたい。ちょっと待ってよ、この歌が終わるまで。いくぞ。こんな感じかな。あ、いいですね。うわ、すごい、シルエットかっこいい。タイヤもついてるね。よし、開けていこう。行くぞ、シャンクス。とりあえず胴体から。で、次はあれだ、足やね、足で、ライザー、まあ、置くところだね。で、最後はサヤ。じゃあ、サヤと後ろの長いサヤだね。まずサヤからつける。こどっちだろう、こっちかな、どっちかな、こうかな、あ、こうっぽいけどな、あとで分かるか。先にじゃあ胴体つけます。こんな感じに下からつけると、毛が鞘をここに収めるんだけど、これ収めれるのかな。これはどこのやつなんだろうな。こうか、こうかな。で、体をここにつけて、出来上がり。これと見てわかるけど、こんな感じかな。なんか、絵の方がかっこいいね、なんかね。こんな感じ。顔はこんな感じだね。まあまあいいでしょう。かっこいい。で、鞘がここにうまく入ってる。だけど、ここがなんかね、ちょっとでかい感じがするんだけど、これね、ベルトが。で、マントはこんな感じ。いや、普通に全然いい。普通にかっこいい。で、ライザーで置くとこんな感じになりますね。じゃ、もう一個の僕のシャンクスと比べてみますか。こっちのシャンクスと、こっちのシャンクスは目が真っ白だね、まあ、こんな感じになります。どっちもかっこいいですね。てなわけで、今日はシャンクス、フィルムレッドのシャンクスを今日は開けていきました。ありがとうございました。